はい、こんにちは。こんにちは。おいね、ない。おい、これ。もっと楽しみました。こんにちは、パーデック対人スクールです、今日は年末のイベントということで、パーデック対人スクールの生徒はもちろん他の子どもたちも来て、J リーガーと YouTuber の方と僕たちパーデック対人スクールのコーチ、ゆうやコーチ、大輝コーチと一緒に無料でイベントをやってゲーム会をしようと思ってます。選手たちとね、子どもたちが触れ合ってもらって、サッカーをね、年末最後に楽しくやってもらって、今年1年終われればなと思うので、その様子をぜひご覧ください。大本？あとメッシ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 変だったまだ。左。オッケー。今ゲームやって楽しかった人。手挙げて。手挙げて。はい。けどもっと楽しめる人。もっと楽しめる人。行け、うまい行け。
一番みんながお世話になった人は誰ですか？誰？今言った誰？保護者。そう、自分のお父さん、お母さん。そう、なんでかわかる？そう、いつも連れてきてくれるから。こういうところに連れてきてくれてるの誰？あっちのお父さん、お母さんで、みんなこと連れてきてくれてるの。みんながこの履いてる靴とか服とか買ってくれてるの誰？あと、お父さん、お母さんで、ね、そう、おじいちゃんとかね。だからしっかり感謝の気持ち持ってください。だから2022年終わるまでに家帰ったら何か一個手伝ってください。お父さん、お母さんと約束してください。お父さん、お母さんに聞きます。何手伝ったか。 OK ですか？はい。ちっちゃいの返事。本当にする？ OK ですか？はい。じゃあ最後、お父さん、お母さんに今年ね、2022年もありがとうございました気持ちを込めて挨拶するんで、あっち向いて。OK。 はい、せーの。ありがとうございました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 。ルイ君、はい、お疲れ様でした。今日はね、1部と2部分けで、その間に、フットサル対決もやって、まあ、イベントはイベントで、フットサル対決はフットサル 対決で、動画があると思うんですけど、まあ、イベントもね、無事成功成功あの大盛況で大盛況だ、はい、大盛況で大成功だ、まあ、無料でね、こういうイベント毎年やらせてもらってて、もう4年目になるんですけど、無料でね、こういう J リーガーの方とかと触れ合ってもらって、子供たちにね、夢を与えるようなね、イベントをね、続けていければと思うんで、ためになるような動画を上げればと思うので、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。では次の動画で。